日本の山は今危機的状況にあることをご存知でしょうか。マナーを知らない登山客の迷惑行為や救助要請、環境破壊が後を絶ちません。それだけではなく、森林が次々と外資に買われ、外国人の所有地が急増。北海道から沖縄まで水源地を含む山林が外資に買われている現実。水の豊富な日本の国土は山が支えていることを、その現実を多くの日本人に知らせてほしいと、来光とともに目の前に神様が立ち現れました。お告げを下ろしたのは、豊富な水量と名水百選に選ばれた湧水のある町、栃木県塩谷町に鎮座する土地神様です。新米の収穫を迎えたばかりの9月中旬、導かれるように町を訪れました。集落の一角にほとんど人目につかない林の中に神様は鎮座していました。地元の方が大切にお守りしてきた小さな社、白龍さん、権現さんと慕われ信仰されています。10月7日13時半より神恩感謝の神事にて御子舞を奉納させていただきます。日本は古来から神羅万象に神を見出し、川や森など自然の至るところに神を祀ってきました。日本に水が豊富なのは山の精霊を祀ってきたからです。精霊を祀ることを忘れる自然に感謝のない日本人が増えるに従い、日本における災害は水害、噴火など火と水、火と火でもって降りかかってきます。だからこそ住民による氏神信仰が暮らしを守るためにも欠かせません。日本の土の上で生まれ暮らしていくということ、日本を守る役目があるのです。美しい自然と伝統、文化を後世に伝える、土地の伝承を語り継ぐこと、これが
真の歴史教育だと考えています。氏神が近くにない方は、日々の暮らしの中でふるさとやご先祖様のことを思い出してください。見えない存在に対して感謝と畏敬の念を忘れない人は、正しい方向に導かれていきます。私も皆さんも導かれてここにいます。巫女前に出会い、 YouTube を始めたこと、滝川神社とのご縁、何よりも無数の動画の中からこの動画を見つけてくれた皆様もまた導かれています。日本に住む私たちだけでなく、海外でこの動画を見ている方もまた導かれてここにいます。海外に住む日本人の皆さん、神様から派遣されて、その国の人々を助け癒すお役目のある方々です。この動画から出ている波動を、日本の神器を外国に伝える大切な人柱なのです。今を生きる私たちに使命があるならば、それは日本を残すこと。龍神様が住める大地を私たちが守っていかなければならないと、龍神様は伝えてきています。